設営部隊長ってですね、最初は設営してから、これは決死隊ですね、特攻艇を入れる穴を掘ったり、いろいろこの整備をするために、なんと言いますかな、我々も協力してられたんですよ。で、韓国兵がこうして撮影隊と一緒にやるところを我々目撃したわけです。鉱木を切ってきて、こうして穴の落盤しないように、こういう韓国兵がですね、これは少しずつ賃金もありましたよ。非常に兵隊さんともこうして顔見知りだから、もう非常に友達になって、働きがいはありましたね、その時は。最初はですね、裏山の方に逃げたんです。そしたらある防衛隊がですね、雑能のいっぱいテルダンを引っ提げてきたんですよ。もう防衛隊がこうして一つ二つ先輩の方にですね、配ってあるこの目撃したわけです。もう17歳以上のですね、先輩の連中に、もう先輩連中の言うことを聞いて、西山っちゅうところに行こうねえちゅう話し合いをしました。もうどうせ敵が上陸してきたらもう死ぬんじゃないかなちゅう恐怖心があったんですね。それでいつの間にか翌日夜が明けて、近くから敵が上陸してくるちゅう防衛隊の連中が騒いだもんですからね、それで山を駆け上って行ったら、全てもう部落民がたくさん晴れ着姿で準備してあるんです。我々は遅い方だったんですね。もう家族同士こうして一塊塊でやったんですよ。お母さんにこうして寄り添ってですね、最後の言葉、もう今から咲いてくる花だけど今日でもうおしまいだ、だからここで死んでもいつまでも一緒だよ、死んでも一緒だよという親心ですね。本当に妹と私二人だけあって、三名だけあってこうしてやりましたけどね、私はもうパニック状態になってですね、始まった時からもう皆年配の連中も騒ぎ、家族も騒ぎ、いるうちに私が持っていた手榴弾は、これはもう防衛隊のおじさんが落としたのを探してポケットに入れていましたからね、ずっと持ってあるんだ。そして夜通し雨に濡らして、こうしてこれは雨に濡れてるけどちゅう心配もありましたけど、やってみたらもう全然爆発しなかったんです。不発になって、谷までですね、わーわー騒いで、もう友軍のところに行かなければ命は助からないちゅうようなあれでですね、兵隊も部落民も一緒になったんですよね。だからこれじゃいけないからちゅうて、この夕方の晩ですね、すぐ宿替えして谷間を越えて、今の青年交流青年の家のですね、体育館ですかね、今体育館の上の方の谷間に入り込んで
また同じくやられてたんです。あれは本当の迫撃砲か敵弾頭か、非常に区切りがつかなかったですね。あの窓と、これは友軍の弾じゃないかなと、また敵の弾じゃないかなちょっと、非常にあやふやだったんですよね。腹をやられて、腹から腹綿も突き出した人も、負傷兵もいたし、負傷した方もおったしですね。一番私が悲しかったのは、悲劇なのは、血のみごをですね、抱いていながらやられたんですよ、この破片で。もう亡くなってるけど、お母さんは元気ですよね。で、口をこうしてひっつけて、おっぱいをあげるちゅうて、これが 2,3 日だけ通してですね、もう亡くなってるからそばに連れて行こうねえし、全然話さなかったですね。この悲しさはもう何とも言えないですね。世界にもああいう悲劇はどこにもなかったんです。もうこれがまたとね、こういう悲しい惨めな戦争が来なかったらいいけどなあちゅうて、今小山後にね、本当にしみじみと伝えたいんですよ。この歴史、渡嘉敷の歴史文化、これをね、素晴らしい島にこういうまたとこういう悲しいことが起こらない島に、本当に小山子に伝えたいんですね。しかし今現在の国際情勢考えると、愛国心とか軍国主義、これが繰り返すような気がしてたまらないんですよ。これをどうにかして国の偉い方々は考えてもらわんといけないと思いますね。